シュゲイト。アムユーズテレビ浜中手芸アワー、浜中春夏内見会場福岡からこんにちは。アムユーズアムこと浜中智子です。本日は会場に佐々木信子先生にお越しいただいておりますので、佐々木信子先生の新刊2冊についてご紹介いただきたいと思います。皆さんこんにちは、佐々木信子と申します。まずじゃあ早速ご紹介を、はい、羊毛フェルトで作るガマ口ブックですね。こちらが日東書院さんから昨年の9月の末に発売になりました。おかげさまでとても好評で、使える羊毛フェルトということで、皆様から反響をいただいております。ありがとうございます。基本のガマ口というこれ4種類あるんですけども、この4種類のカラーがですね、浜中さんの、ウールキャンディーの新色の、色だったりします。でこれが基本のガマ口の作り方として本の中で、紹介されてたりとかしますので、ぜひまずはこれを作って、でその後にいろいろこうバリエーションがありますので作ってもらえればと思います。で一番人気がこの猫柄ですね。うちのミケちゃんがいますけども、自分家の猫ちゃんの柄を作っていただくのも面白いと思います。であとは型、これらは発泡スチロールが中に入って作られているガマ口なんですね。なのでコロンと出来上がります。でこういうぺったんこのものっていうのは型紙で作ってます。で型紙というのは、梱包材ですねを使って作ってたりとかしますので、ちょっとレベルが上がりますね。ただその分やっぱり出来上がった時にとっても達成感があるというものですね。でこれはタブレットケースだったりとか、これはクラッチバッグだったりとか、ここにちょっとポケットがついてたりとかしますけども、いろいろ使えるものが作れます。で型紙で一番人気がこれかな、ニードルケースなんですね。内側にいろいろと自分でニードルを入れられるように、こっち側羊毛フェルト用のニードルが入れられるようになってます。ちょっとボタン外れましたけどボタンの中に羊毛詰めて刺して、ボタンの穴を刺してしまえばこの本体にくっついて一緒に持ち歩けるというものですね。はい、で、型紙の方はこれが基本のカードケースです。まずはこれを作ってみれば他のものも同じようにできますよというご紹介をさせていただいてます。でこちらですね、羊毛フェルトのブローチ、これはですね私がもう本当に10年来の友人なんですけど、花島由紀さんっていうイラストレーターさんがいらっしゃるんですね。でその方とぜひ一緒に仕事したいねっていうことで実現した企画なんですけれども、花島由紀さんが描いたイラストを私が羊毛フェルトで実物にしたというか、ちょっと立体的にしたというものでした。なので花島さんのラインと私のラインですごく難しかった部分がある。他人が書いたものを私が書くっていうのがこんな難しいのかって思ったりとかしますけどもでもすごくやっぱりその元々のイラストが可愛かったの で色もいろんなものを使ってます。で皆さん羊毛フェルト作ってて多分余る羊毛とかいっぱいあると思うんですよね。そういうものを使っていただければいいと思います。で一番人気がこれラクダなんですけど、本当のつけまつげをつけてますボンドでね、はい、でそういうなんかちょっと遊び心があったりとか、だいたいラインストーンですね、スワロフスキーのラインストーンを使ってちょっとキラキラで大人かわいいを目指してみました今回は。で、もちろんお子様がいらっしゃる方には幼稚園バッグとかに UFO のものをつけてもらったりとか、いろいろできるんですね。なので結構これ難しかったですけど楽しかったんで、ぜひ皆様、溶ける下絵シート、
浜中さんから出てますを使ったブローチですので、ぜひぜひぜひ作っていただきたいです。でこれの何て言うんでしょうか、下絵というかになるものですね、全部ここに入ってますので、これを写し取っていただきながら描いていただく、刺していただくものです。ですんごい細かいのでとっても大変だとは思うんですけども、これができるようになれば羊毛刺繍ですねがとっても楽にできると思いますので、作品の幅が広がると思います。ぜひ試してみてください。だいぶ大きいラインストーン入れましたけれども、ちょっとまん丸の目を隠す、そのまつげみたいなので隠すことでリアリティは出てくるんですよね、目っていうのは。だからこのフレンチブルドッグフレブルも目の周りを本当に細く羊毛で刺してます。で白い点はこれはラインストーンなんですね。なのでそれを1個つけるだけで全然なんか雰囲気が変わったりとかして、本当に面白い、どんどん変わりましたので楽しかったですよ。これ作ってて大変でしたけどもねだから使い方はもう皆さんいろいろなので、こういうブローチに仕上げていただいてもいいし、ゴリラですね、ウータンじゃなくてゴリラちゃんなんですよ。ものすごいやっぱり植毛することでね、そのなんて言うんでしょうかね、それらしさがどんどん増すんですよね。面白かったですこれも。で隣がキリンのこれスイカ入れなんですよ。スイカがここから出せるような。ああそっか、地方によって違いますよね。あれか、九州はスゴカっていうのかな、違ったっけ、なんだっけ、名古屋、真中、なんかいろいろありますよね。東京はスイカ、関西は行こうか、いろいろあるここ行こうか。そうですよね、なんかそういうのが入ります、カードがね。でこれはもう後ろに何か100円玉でも何でも入るように2枚合わせて袋状になっているので、なんかお子様のね幼稚園バッグにつけた時にちょこんと入れとくと面白いかなっていう感じです。ですごく細かかったけれども面白い、それやってみたら本当わかると思うんですけどもね、なんか結構大胆に作りながらも細かいところは仕上げるっていう感じですごく面白かったです。またまた新境地を開かれた佐々木信子先生出す本ごとにイメージが全く違うというのは素晴らしいと私は思ってます。そんな佐々木信子先生の今年の抱負を。今年の抱負、今年はそうですね、制作活動に力を入れて個展をやりたいと思っております。はい、なのでちょっと頑張りたいと思いますね。あとはもうとにかく羊毛フェルトの楽しさが皆様に伝わればなと思ってます。どうぞよろしくお願いいたします。ぜひ京都でも個展をしていただきたいと思います。嬉しいですね、ぜひよろしくお願いします。はい、では佐々木信子先生のファッションチェック、まずお持ちのそちらは、はいはい、これはこの前講習会をやったんですけど、布フェルトのマフラーです。ウールフェルトに羊毛をなでつけてフェルト化させたものですね。はい、暖かいです、すごいね、空気を含むんですよね羊毛なので、なのでとっても暖かいです。はい、手元これはもうただね、なんて言うんでしょうね、ただ刺しただけです。でそれに T ピンを刺してスワローを一緒に通してっていうものですよね。そんなになんか自慢するようなものじゃないですけどはい、いろいろ羊毛フェルト冬の時期ね、こうやっておしゃれで活かせますんで、ぜひお試しください恥ずかしいですね